黒沢翔太は埼玉県秩父市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。埼玉県立秩父高校から上西国際大学に進学。大学時代には3年時の千葉県大学野球春季リーグ戦で最多勝利と奪三振王のタイトルを獲得した。2010年の NPB 育成ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから育成1巡目で指名され入団した。 入団当初の背番号は121。2011年には、イースタンリーグ公式戦9試合に登板。1勝1敗、防御率1.69の成績を残したが、支配下選手登録には至らならなかった。2012年には、イースタンリーグ公式戦14試合の登板で、防御率3.00を記録したが、支配下選手登録を見送られた。 シーズン終了後の10月31日には、育成選手に関する NPB の規約に沿って、同期の育成選手とともに、NPB から自由契約選手として講じ。この講じを境に、他の育成選手がのきなみ対談に至ったが、黒沢だけは育成選手として、再び契約した。2013年には、イースタンリーグ公式戦で、 開幕から7月30日までに15試合へ登板。1勝0敗、防御率1.80という好成績を残していたことから7月30日に支配下選手契約へ移行した。シーズン中の移行期限最終日の登録で背番号は43。登録後は8月29日の対福岡ソフトバンクホークス戦7回裏に救援投手として 一軍デビューを果たしたが、一軍公式戦への登板は、この一試合だけだった。2014年には、シーズン終盤の9月に一軍へ昇格。一軍公式戦には、前年に続いて一試合の救援登板にとどまったが、シーズン終了後には、チームの台湾遠征に参加した。2015年には、春季キャンプのスタートを初めて一軍で迎えると、そのまま、開幕一軍入り。 4月19日の対ソフトバンク戦で初めて先発を経験するなど一軍公式戦で自己最多の6試合に登板したが5月の出場選手登録抹消以降は一軍から遠ざかったその一方で沖縄県出身で2歳年上への一般女性と結婚している2016年には前年に続いて春季キャンプを一軍でスタートしかし シーズン初の出場選手登録は8月3日にまで持ち越された。結局、一軍公式戦には4試合の登板にとどまった。2017年には一軍公式戦2試合に登板しただけで、10月3日に球団から戦力外通告。その際に球団職員への転身を進められたことから現役を引退した。ロッテの球団職員として、 2018年1月1日付で、球団スタジアム部に配属。現役時代に、実戦で登板した、本拠地、ゾゾマリンスタジアム内の飲食サービスに関する管理や、企画などを担当する。ロッテの選手が戦力外通告を経て、現場スタッフやスカウト以外の球団職員に、採用された事例は初めてで、自身と同じく2017年に、戦力外通告を受けた。 先輩投手の古谷拓也も黒沢と同じ経緯で営業部に配属されている。サイドスローから繰り出すスライダーとシュートが武器。本来の投球フォームはオーバースローであったが、ロッテ1年目の二軍春季キャンプからサイドスローへ転向した。当時足を故障していたことを背景に当時の西本誠治軍投手コーチから転向を進められたことによる。黒沢自身は 2017年の現役引退直後にサイドスローに変えていなければもっと早く戦力外通告を受けていたかもしれない。西本へ引退を報告した際にかけられたよく頑張ったという言葉が身に染みたと語っている。ありがとうございます。